シンビディウムインシグネシンビジウムインシグネロウルフは春蘭族のランの一つ。白からピンクの大輪化をつける。洋蘭のシンビディウムにおける重要な後輩親である。東南アジアの高地に生育する地上性のランである。家計は1メートルにもなり、弓なりに伸び、計10センチメートルにもなる白からピンクの花を多数つける。 この種自身も美しいが、むしろ溶蘭におけるシンビニウムの重要な交配親であり、この種をもとに多くの交配品種が作られ、この類の品種改良に大きく貢献たことで知られる。常緑性の多年性双本。偽輪形は卵形で長さ5から8センチメートル、6から8枚の葉をつける。葉は長さ約80センチメートルで線形。花器は冬から春。 家系は直立して、長さは1メートルになり、先端部はアーチ状にしなる。8から20輪の花をやや蜜につける。花は、径が8センチメートルから10センチメートルにもなる。学編と花びらは白、時に淡いイも重色。新弁は、白で中央に黄色がのり、全体に赤紫色の筋状パンや細かな斑点を生じる。ベトナム、タイ。 中国の海南島に分布する。標高1000メートルから1700メートルの霊量な産地で低木林の臨床に治生する。尺投げなどの低木に混成する。葉蘭として栽培される。1904年にサンダーによって紹介された。大林崎の美霊種として知られる。本種そのものも栽培されるが、この種は特に後輩親として重要で、塚本他では、 原種の中でも最も優れた素質を持っているがゆえに後輩に一番多く用いられていること、当時の有料種の大半は本種の血を引くと言えるとしている。特に本種とシー・イバーニオ・ローキャナムの後輩で作出されたアレキサンデリシム、アレクサムデリーという後輩種が重要である。これは1911年に登録されたもので、世界で最も有名なもの、シンビデュームの改良に、 最も大きい貢献をした者、後輩親として、現在のシン改良の元となった、有名品種との表がある。この品種を、後輩親としてさらに多くの品種が作られた。本種はそれ以外にも多くの品種の親として使われ、本種を除いては、今日のシンビデュームの発達は考えられないとさえ言われる。からさは監修 P150 ドバシ P240、斎藤 P92。 唐沢は監修 P150 塚本ほか P98 塚本ほか P101 塚本ほか P98 ガーデンライフ編 P139 度橋 P240 塚本ほか P98 ありがとうございます。